つまり年商伸びに対して営業の伸びが比例してないと。で、額で言うと600万ぐらい経費を削減できまして、どっちをやれって言ったら、やっぱり売上作った方がいいんですよ。皆さん、こんにちは。船井オンラインです。本日は社長オンラインの梢さんにお越しいただきまして、注目記事について解説いただきます。なお、社長オンラインとは、船井総合研究所が運営する経営者向け情報メディアのことを指しております。経営者向けに会社の業績アップや経営者個人が成功、成長するきっかけや気づきを得られるような情報を提供しております。梢さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日のテーマはですね、コストダウンということでして、経営増、経費増を乗り切れ、コストダウン施策15連発というような記事を取り上げていきたいと思います。まず早速ではありますが、こちらの記事の概要についてお話しいただけますでしょうか。まずこのコストダウンを選んだ理由なんですけれども、こちらに書いてあるんですが、社長オンラインとして今、中小企業の社長白書というものを進めております。その中で多くの方に聞いたんですけども、有効回答で社長だけに絞ると315名回答いただきました。その中で業績を聞いております。年商の昨年対比は平均で 105.2% と、昨年ですね、2023年。それに対して営業利益は 101.6% ということで、つまり年商伸びに対して営業の伸びが比例してないと、追いついてないということが言えました。これはどういうことかと言いますと、皆さんもよくわかると思うんですが、インフレですよね。インフレによってさまざまな経費が上がっております。交通費、水道、光熱費、地代、家賃であったりとかね、さまざまな雑費の、いろいろ備品買ったりものとかですね、そんなものもですね、上がっておりまして、今までと同じようなトップライン、売上の伸びをしたとしても、営業利益はそれに追っついてないという状況ですね。賃上げトレンドもすごく出てまして、人件費も上がってます。なので、今ですね、一方でしっかりコストダウンということで、売上トップラインに見合ったですね、収益性、営業力出していこうということで、コストダウンできることはしていこうということで、このテーマを取り上げております。で、主なトピックとしては、15個ピックアップしておりまして、15個ですね、出ていると思うんですけども、特にやっぱり施策の1番目は一番効果がありまして、会計システムが入っていると思いますから、支払い先一覧表ですね、これは金額が高い順に並べていただいて、支払いする会社名を出していただくと、こう何か気づきが出てくるのかなと思いますし、実施策を2番目ですね、PS ね、損益計算書を見てですね、この中で違和感はないかとか、本当適切はどうかと確認をしていくんですね。でただ単純に自分たちだけ見ると分からないこともありますので、PKC さんが出しているベーシックって業界平均基準のモデルがあったりとかですね、大手の図書館に行きますと業界第一線とかありまして、そこでも業界平均も見れますし、あと場合によっては、帝国データバンクさんとか、東京商工会さんにですね、モデルとなる企業さん、同業者で、モデルとなる企業さんの情報をですね、数万円で購入できますので、そう思うと比べていってですね、どこが違うんだと、どこが適切かということができますので、そういったところができるんじゃないかなと思います。こういったものをですね、15個、記載しているというのが今回の記事でございます。ありがとうございます。かなりたくさん15連発っていうところで上がっていると思うんですが、梢さんとして最もおすすめできるものはどれになりますでしょうか。先ほどとちょっと重複するんですが、1番2番が最もおすすめでございます。他にはですね、最近速伸びているのは実はこの施策5番ですね、業務委託外注の有効活用っていうのは非常に大事になってきておりまして、また背景としてもね、このフリーランスさんが増えてきたりとか、そういうこともありますし、それをご案内するプラットフォームですよね、ランサーさんとか、クラウドワークさんとかございますし、あと公共機関もありますので、様々な形で業務委託、外注の有効活用ということがすごくしやすい環境になってますので、これは使わない手はないんじゃないかなと思います。私自身も事業にはなっておりまして、総人数で考えるときに、3割、4割ぐらいは業務委託、外注を有効活用してますね。その結果ですね、やっぱり黒字化できてますし、業界も平均も社員さんの給料高くてですね、そういったこともできておりますので、今ですね、改めてこれは本当に正社員がやるべき業務なのかどうかと、BPO とか業務委託することの方が本当は適切じゃないかとか、そういったことも非常に考えられて、この施策後は特に有効じゃないかなというふうに感じております。あともう一点お伝えすると、辞める減らすっていうのもすごく大きく
で、イークルスっていう言葉が、特に物流業界ではメインであるんですけども、で、この E ですね、これ頭文字で、まあ、要は日本語にするとですね、減らすってことなんですけど、まずはやめるってことが大事なんですね。で、基本的にやっぱり効果がないもの、もしくは弱いもの、やっぱり特に中小企業であれば、リソース限られてますので、どんどん削っていくってですね、引き算をどんどんしていくってことが大事で、やめればやめるほど実は収益性が上がっていくってことは多々ありまして、やめるっていう視点を3ヶ月に1回、もしくは半年に1回、社長様自身で経営全体から本当に戦闘力を含めて、これやめた方がいいんじゃないかというものを全て確認した方がいいかなと思っております。ありがとうございます。かなりこういろいろな施策をもとにイメージが湧いてきたんですけれども、実際にあったコストダウン事例、どのようなものになりますでしょうか。オフィス店舗を見直すっていうところで、これもですね、やっぱり今、地代家賃上がってますので、上手な有効活用を、すべきだと思うんですね。もちろん、業種、業態にもよるんですけれども、まずは、やっぱり、ハイブリッドワークですね。今、全従業員さんを、オフィスに入ってもらう必要性もちょっと弱くなっておりまして、上手にできるのであれば、ハイブリッドワークを活用して、で、全員が集まるときは、その時だけ会議室を、大型の会議室を借りるぞとかですね。そういった活用をして、こう、必要最低限のですね、オフィス環境っていうのはできると思いますので、この辺でかなりコストダウンの可能性はできるんじゃないかなというふうに思っております。で、またですね、会議の使い方も結構変わってて、ディスカッション必要としない、なんか一方通行、こう、情報を伝えるパターンは、ズームでいいんじゃないかなと。で、ディスカッションするときはちゃんと場を設けてやるということで、このオンラインとオフラインの会議の場を分けることによって、最大効率のオフィス設計ができると思うんですね。そういったことを考えていただきたいなと思います。で、また他にもですね、個人のレターケースとか、共通のレターケースとか、もう個人ロッカーはもうなくしてしまうとかですね。あと、インバードコール、ファックスの外注デジタル化ということで、これもちろん、我々特にその濃い関係性は全くないんですけども、クライアント先のご様子を見てると、例えば電話のアウトソーシングで、フォンデスクさんで、午前中は集中したいから、午前中は全てフォンデスクさんでアウトソーシングしてて、僕はまあ自前で受けていくとかするとかですね。あと、ファックスもですね、もう e-fax で使うとパソコンでもできますので、すごくペーパーレス化になったりとかすることもできますので、まあ、こういった形で、こう、オフィス環境のサイズチェックはかなり生産性も上がりますし、経費も下がりますので、非常に有効じゃないかなというふうに思います。他にもですね、RPA。まあ、これはもう、かなり浸透していると思うんですけれども、要は、これは簡単に言うと、パソコンでやる定型業務は全部ロボット化できまして、ほぼ様々な業種で使えるかなと思ってまして、まあ、B2B とかの業種が規模が大きい規模の効果は大きいんですけれども、RPA は非常に有効でございます。こっちの事例で言うと200人の会社さんなんですけども、導入してですね、4年目で、かつ6人区分の仕事が RPA 賄えたってことで、まあ、200人の会社6人分業務を減らせるというのは、結構大きな額ですかね。まあ、営業額は5000万ぐらい価値がありまして、非常にこの RPA1 本で、これが効果でということですね。あと最後ですね、100獣医ということで、これはですね、もうだいぶ昔なんですけども、東日本大震災でちょっと東北のエリアの会社さんだったんですけども、年初当時15億ですね、赤字になりそうになりまして、やっぱりちょっとその打撃を受けまして、その時社長がですね、社員全員に、各自が思う形で経費削減して黒字乗り切ろうということで、号令を出しまして、結果的に黒字決算だったんですよ。で、額で言うと600万ぐらい経費を削減できまして、これは例えば具体的に言うと、社員さん一人一人がやっぱり意識変わってでですね、これ本当に知るべきかとかですね、もう不必要なものを本当にやめていこうとか、あとなんか家でいなくなったものをなんか会社使おうとか、もう全社一丸でやってですね、なんかやっぱ塵も積もり大きくなるという形で、15億の会社でも600万削減、結構大きくって、本当にこうギリギリでしたね、これで本当に黒字になったということで、こういうことも非常にすぐできるというか、まあ、気持ち次第やれるということありますので、まあ、このところが事例かなということでご紹介させていただきました。ありがとうございます。で、私の中でこう今あった15連発で気になったものの一つとして、こう社内マニュアルの整備っていうものがあったと思うんですね。4月も入りまして、新入社員の方が増えてっていう会社さんも多いと思うので、社内マニュアルを整備する上でこう大切にしておきたいこととか、気をつけるべきこと、どういった点になりますでしょうか。で、こちらですね、実際記事が別にありますので、ちょっとそちら見ながらいきたいなと思います。で、これを丁寧に喋ると、ボリュームがあって、すごく時間かかってしまうので、本当にポイントだけかいつまんでお伝えしたいなと思っております。
ちょっとこっち2年前の資料なので、ちょっと一部古いところもあるんですが、まずここですね。令和型教育マニュアルに持っていくっていうことで、どちらかというと若者の行動特性をした自学自習性教育マニュアルということで、デジタルを活用して、新人の方中心、若手の方が自ら情報を取りに行って学べるようなマニュアルを作ることがポイントだよと。いうのがまず方向感の第一前提でございます。じゃあ、それ何なのと言いますと、こちらですかね。デジタル化と。紙じゃありません。デジタルにしていこうと。そしてスマートファーストということでございます。で、できたら、承認欲求、いいね満たすという、この3つができるといいなということですね。で、もちろんこれって今、社員さん向けの動画マニュアルのツールが専門にもデジタルいくつかありまして、そちら活用するともうスムーズにこちらの3点は、すぐできますし、YouTube とかですね、そういうの活用して、これに近いことはできますので、まあ、どちらに行くかは、その会社にお任せしますけれども、後者の、0円でできる YouTube で行きますと、社内専用の YouTube を作って、そこで、マニュアルをどんどん動画に直していくと。それをですね、スプレッドシートとかで、なんか分類をしながらまとめてって、URL のその動画のリンクをつけてですね、で、それをですね、該当者の方に共有して、スマホでもまあ見れますので、もちろんね、見れるので、それ見ていったりとかですね、そういったことができると。まあ、いいねについては、もし上長とが直接その管理をしていくのであれば、見たときにコメントをもらって、それに対して良かったねとかね、そういうふうなところでチェックをしていただいて、まあ、承認欲求を満たすということができますので、本当簡単に言うと、改めてなんですが、まあ、有料版のデータツールを使っているパターンもいいですし、もう無料でですね、社内でスプレッドシートと YouTube を使って、ちょっと社内で運用ルールを作ればできますので、まあ、そういった方がいいのかなというふうに感じております。ありがとうございます。最後の質問になるんですけれども、今回のテーマがコストダウンということでしたが、正直業績アップとコストダウン、どちらに先に注力していった方がいいのかっていうふうに迷われる経営者の方々も多いと思うので、そのあたりの梢さんのご意見伺えるとありがたいです。これは非常にですね、ちょっと難しい回答にはなりまして、ちょっと多分企業さんによってちょっと多少異なるんですが、ただ一般的には、どっちをやれって言ったら、やっぱり売上作った方がいいんですよ。今回とは逆なんですけども、やっぱり売上作ると、元気になるんですよね。受注できたとか、伸びていくぞって感じがなるんで、元気なので、売上を作った方がいいです。ただですよ、コストダウンすると、その分、お金ができてきますので、それを投資回して、売上を伸ばせるとっていうのが大いにありますので、なんで結論から言うと、今余力があって、投資欲があって、もう売上どんどんつなげるんだったら、それも売上を最優先した方がいいと。いや、ちょっと資金面の余裕がないとか、そういうことであれば、まず一旦コストダウンキュッと締めてですね、そこで収益とか、投資できる余力を作って、そこでそのお金をもとに、売上を上げていくというところが大事だと思います。どちらにせよ売上トップラインは伸ばしていかないと、成長してきませんので、そこは本当に体重視していただくべきかなというふうに思っております。ありがとうございます。本日は社長オンラインの梢さんにお越しいただきまして、コストダウン事例15連発についてお話しいただきました。梢さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは、船井流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。